は、蘇ったというのは、イエス様の考えであります。ただいまお読みしましたところの。ええー、御言葉の中に。しかし、今やキリストは眠った者のの発音として。死者の中から蘇られました。と御言葉にあります。これは。 私たちにとっての大きな信仰の確かさな根拠がここにあるということを今朝皆様と共に、えー、確認していきたいとそんなふうに思います、えー、今朝は世界中の教会でこの喜びの日ですね えー、どこの教会でもこのイースターの喜びの礼拝を下げていることであろうと思います。あもっともですね正法、えー、教会ですね。で東方教会といういわ,いわゆるギリシャ教正教会とかあるいはロシア正教会であるとかというのは私たちよりはやや1週間ぐらいずれたところであの 復活祭があります。これはあのそれぞれの暦の考え方がありますのでそういう形になるのですけれどもしかしそれはそのような違いはあっても復活の喜びは世界中の教会で共に喜び合う日であるということができます。でこの喜びはある。 ところにおいては地域においては人間の織りなすところの愚かさのゆえに戦争であるとかあるいはその地域においてあるいはそのいろんな状況の重なったことでまずその中にある教会もあるでしょうあるいは国もあるでしょうしかし どのような状況であったといたしましてもそれぞれの教会はこの福音が確かなものであるということを確認するそれがこの復活の日によって確認されていく時であると思いますで教会に委ねられているところの福音とはどういうものであるか その本質がどういうところにあるのかということにこの復活祭の時に吹き戻されると言いましょうか確かなものとされていくということを私は確信しております。でただいまパウロによって書かれたこのコリントの第一の手紙の15章においてもそうでございますけれども「福音というのはどういうものであるのか。 それは私たちが述べ伝え、述べ伝えられている、この、述べ伝えているこの福音です。この福音が私たちが信じて受け止めたときに救いが与えられた福音である。そして私たちが生きている、寄って立っているところの福音である。というのですね。いたずらに この福音に私たちは立っているのではないということです。で、その福音とは、ようやくすると3点です。その第1は、キリストが聖書に示す通りに私たちの罪のために死なれたということ。第2点においては、また、葬られたということ。そして、第3点においては、聖書に従って、 三日目によみがえられたというこの3点であるとパウロは言っております。すなわちイエスマのご生涯のうちに十字架の死と葬りと復活こそが私たちが信じているこの福音でありよって立っているところの福音である。 私たちはこの福音において私たちの人生をかけているんだとパウロは言っている。寄って立っているところの福音だというのですね。そこで私はこのパウロの論述に従って今朝3つのポイントから復活の意味について。 恵みをとにさせてていいたただきたいと思っておりますまず、第一の点でありますが、これは、パウロ自身の証からです。パウロは何かこう頭の中で考えた復活についての進学的な論述をしようとしているのではありません。まず、彼自身が体験したところから始めておるんですね。 15章の8節のところにそして月足,足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました現れたというのは復活されたイエス様が自分にも現れた自分も体験したということですパウロはイエス様が復活された時に いろんな弟子たたちに現れたまず第一にケパケパというのはペトロのことですがペトロに現れたとこう言っていますねそれから12弟子に現れたでここでは500人以上の兄弟たちにも現れたそしてヤコブに現れそれから人たち全部に現れたそして最後には自分にも現れた こう言ってます私たちはマタイニル福音書であるとかマルコ・ルカあるいはヨハネリル福音書この4つの福音書を読みます時にその一番最後の部分に「イエス・様の復活」のことについて書いてありそして弟子たちと現れたいろんな出来事が記されております。その中には パウロがここで言うところの5 0人に一度に現れたといったような出来事については福音書は採用しておりません。採録してないと言ってもいいかもしれませんね。それぞれ著者たちはどのような弟子たちとイエス様と現れたかという現れ方について書くときにはそれなりの目的を持って書きましたから。ですから500人に一度に度 一挙に現れたというこのついては割愛しただからそういうことがなかったというわけではないパウロはそのなかったことをここで再録しているわけですねその一つが五百人に,に現れたといったようなことを言っていますしかしまあそれはともかくとして最後にパウロが言いたかったことは最後にイエス様は自分自身にも現れたとこう言っています 復活のイエス様と私は出会ったとこう言っているんです。で、そのイエス様がパウロに現れた記事を聖者は人の働きにおいて3回書いておりますね。1回目はルカがの記述として書いております。そして2回目と3回目というのはパウロが自分の直接の言葉として 体験ととしして告白しているところでありますで使徒協定の9章とあるいは22章と26章にそのことが書いておりますね9章は今言ったようにロカがその人の働きを書くにあたってその流れから書いていることであります22章と26章においては、えー、22章では エルサレムの神殿でパウロが捕獲されたときに、自分の証しとしてそこで群衆に語っている。あれ26章においては、後にカイザレヤというところで、えー、ヘロデアグリッパの前で告白している。3回聖書をともかく パウロが復活のイエス様に出会った出来事について3回記しているんですね。パウロはもともとキリスト教に反対する人物でした。教会の迫害者として、その実行者として、彼はダマスコに向かう途中で復活のイエス様に出会う経験をするんです。天から光が 注がれれて彼は倒れますその時に彼はイエス様の声を聞くんですねササウルサウルル当時は彼はサウルと呼ばれておりましたが「サウルサウルなぜあなたは私を迫害するのか」という言葉だった彼は「あなたはどなたですか?」と言った時に「私はあなたが迫害するキリストです」と 答えるその瞬間から彼はキリストに迫害する者からがキリストを信じ逆にキリストによって迫害される者となっていったということが言えると思うんですね。パウルに対するこの復活のイエス様の現れ方というのは 他の弟子たちとの現れ方とはちょっと違いますね。彼らたちは弟子たちは弟子たちに現れた時にあのこの弟子たちというのはもうイエス様と最初から一緒にいた人たちであのガリラ地方においてカペナームでねイエス様とひとつひぞ付き合わせながらいろんなお話を聞きながら イエス様に従ってきてきいた人た人ちですこの彼らたちがイエス様が十字架にお好きになりそして葬られたということをそしてイエス様に復活のイエス様に現れたということであるならばまあ本当にイエス様を愛しておりましたからこの相席のあまりですね愛するあまりにもうイエス様が あたかも生きているかのように彼らは思いそのような錯覚に陥ってそしてイエス様が復活したと言い始めたというような噂も実はあった。イエス様を愛していたからです。しかしパウロは違います。パウロはイエス様に対する反対者だった。どう見てもイエス様に対するところのひたわしい気持ちとかそういうものは 彼のうちには最初からなかった。その彼がダマスコの途中でイエス様に出会った。そして疑うことのできない彼の経験の中にこのイエス様が入ってきた。復活のイエス様が彼に現れた。 このパウルの経験はね、ある意味で私たちのイエス様の復活のイエス様との出会いと似てます。私たちもあのガリヤ役であの漁師たちのようにイエス様の膝元でイエス様のお話を聞いて育ったものではないんですね。時間がもう2000年も離れておりますから。 全然違います。でも私たちはイエス様を信ずるそれぞれの敬意を持ってイエス様を信じる時に至りました時に私たちの心にイエス様が入ってきたこの復活のイエス様と私が出会った時に私たちの心に動かすことのできない確信として 復活のイエス様と私たちは出会う経験をする。これは私たちの経験でもあります。パウロはこれから復活についての話をしようとするときに自分自身のまずイエス様との出会いの経験をしました。私たちも同じですね。 え私はあの村上先生のお証を聞いたことがあります村上先生がアメリカにおりました時にどういう経緯であるか分かりませんけれどもある時に神様前に祈ろから聖書を読んでいる時にもう救われた喜びで涙をポトッと落としたんです落としたのが聖書にポトッと落ちたんですねそうしたらあの涙がによってせあの 英語の聖書だと思薄いですねであの辞書みたいなの薄いですだから前に映った時にその次の言葉が浮き上がってきたでそれを開いてみたらそこに「Christ is risen」という御言葉が出てきた「キリスト蘇りたまえり」という言葉が先生の心にガッと迫ってきて。 救いの確信といいましょうかそういう復活のイエス様との出会いをされたというようなことを明かしされていたことを今思い起こしております私たちは主の初めのもとにこのようにして主を礼拝するためにここに集まってまいりますそれは復活のイエス様に出会うためです礼拝とは 復活されたイエス様と私のの出会いの場ですここで私たちは本当に復活されたイエス様によって救いの確信に至っていく。これがそれですね。コリント第一の手紙の15章の10節に「神の恵みによって私は今の私になりました」とパウロは言いました。 神の恵みによって今の私になった私の存在というものは神の恵みによりこの復活のイエス様に出会ったそのことによって始まったんだと彼は言っているんです。復活は、イエス様の復活はよみがえればただイエス様個人がよみがえったというそれだけではなくて このイエス様の復活に降り立つ頃の一人一人の人生が変わっていく。そしてそれは私たちの人生も変わらない。同じです。第二番目のことについて申し上げていきたいと思います。復活は福音の根拠である。ということです。十五章の十七節のお言葉に目を留めていただきたいと思うんですが、 もしキリストがよみがえられなかったならあなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。パウロはねイエス様がもし復活していなかったとするならば私たちには救いはなかったと言っているんです。そして私たちは今もなお罪の中にどまっているんだとこう言っています。 ここに「もし」という言葉がずっとこう続いておりますね。えー、まあもし家庭,家庭法といいましょうか一つの家庭がそこに出されていますね。まず13節に見てください目を止めてください。もし死者の復活がないのならばキリストの復活はないとこう言っています。 そして14節に、もし、キリストの復活がなかったなら、私たちの宣教も、また信仰も、虚しい。私が述べ伝えているところの宣教も、また信仰も、それは虚しいことだ、と言っています。15節に、もし仮に復活がないとするならば、 私たちは非証人である。偽りの証人である。神に逆らう証言者となっているんだ。と、こう言っています。そして16節にもし死者がよめがえらないならば、キリストもよめがえりはない。と、こう言っていますね。そして17節にもしキリストが 蘇がられなかったならば私たちの信仰も虚しく今もなお私たちは住みるであるということそして19節にもし復活がないならば私たちはこの世にあって一番哀れな存在であるとこう言っているんですねクリスチャンが この世の中で一番哀れな存在であるとこう言ってるだけでも20冊見てくださいなんと言ってるかしかし今やキリストは眠った者の,の発想として死者の中から蘇えられましたとこう言ってるパウロは もしという家庭法のその文章を用いてですねその反対である現在の自分の救いというものを強烈にここでいや表現しているんですねこれは私たちの証しでもあります私は今 救われているという事実精霊の確信によって本当に私たちのうちにキリストいますというその確信の中に私たちは救いの確信を持っているそれは同時にイエス様がよみがえられたということを強烈に証ししているものです。 ある意味でこれ私たちの実存をかけた証言であるということができますね。パウロはローマ書の6章というところそうですねページですと306ページですかちょっとそこい開いていただきましょうかね、えー、少し戻りますかローマ書の6章というところですが <coughs> えー、ローマ書の6章の11節のところを見ていただきたいとローマ書6章の11節に、えー、そうですねローマ書第6章の11節同じようにあなた方もキリストイエスにあって 自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさいとあります。そして十二節に、ですから、あなた方の死ぬべき体を罪,の支配罪に支配させ,ないさせて、罪に支配させて、 体の欲望に従ってはいけません。また、あなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身を神に捧げ、また、あなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。 えー、ここでパウロはね言ってることはどういうことであるかというと私たちクリスチャンがイエス様に会ってバプテスマを受けるということはイエス様を信じた時と言ってもいいでしょう私たち一人一人がキリストと共に十字架につけられたのであるそしてキリストの死に合わされた私たちはキリストの よみがえりに合わせられて生きるものへと変えられたのであるとこう言ってるんですね。キリストのよみがえりに合わせられたものである。これはね、私たちがイエス様を信じるということは、イエス様の十字架の死とイエス様のよみがえりとの つい体験しているんです。キリストと共に私たちは死に、罪について死に、キリストと共に命に生きるもなへとされているということです。これはイエス様の復活に合わせられた。今私たち一日一生でね、 あのヨナ章を読んでおりますね、えー、今日が4章でしょうかというところになるはずでありますけれどもあのヨナという人はニルベという大きな町に行ってそして福井を述べ伝えたその時にこのニルベの人たちは たくさんの12番の人といえば、イエス様を食い改めて神を信じたと書いてあります。でね、イエス様はそのことを取り上げているんですね。ご自分に引き合わせて取り上げているんです。あの、ユナが3日間、魚のお腹の中にいた。 そこから嫁がって、そうして彼が伝えた福音によって、ネネヴァの人々が神を信じるものとなった。そこで、イエス様がそこの実はこの話をしたときですね、あなた方はこの印を求めている。でも、印は、ユダのあの印以外ではないんだとこう言っているんです。そそしてそこで ヨナのことを言ってるんですけどもヨナはあの3日目に嫁が行ってそしてディネビに行って福音を延べしてた時にそこに救われるものが出てきたって言わないかそしてイエス様がおっしゃったことは何とおっしゃったかというとここにヨナに勝るものがいるとおっしゃった。 世ナに勝る者がいるとイエス様がおっしゃったマまイに福音書の12章の40節のところにそのことが書いてある。世ナに勝る者とはどういうことか十字架に置いて死に三日目に嫁が行ったイエス様こそが世ナに勝る者である。ああそこであの偉大な 多くの街の人々が救われたんだとするならばヨナ、イエス様によって救いが明らかにされたときに、この救いによって救われるものが確かに起こるんだ、これがヨナに勝るしるしであると、イエス様はおっしゃったんです。 福音は、これは確かに聖書に書いてある通りに信じるならば確かに救われる。その福音とは何か聖書が書いてある通りに十字架について我々の罪のためにイエス様が死んだこと、葬られたこと、そして三日目に嫁が行ったこと。これが福音だ。そうしてこの福音によっては救われるんだということ。 はい、第3番目のことについていきたいと思うんですが全ての人を生かす福音であるということ15章の22節に目を止めていただきたいと思うんですがすなわちアダムにあって全ての人が死んでいるようにキリストによって全ての人は生かされると書いてある私は今朝最後に皆さんと一緒に確,信し確認したいこと 心に留めたい言葉、最後の言葉です。すべての人が生かされるという言葉です、ここに。キリストによってすべての人が生かされる。ということですね。復活されたイエス様はすべての人を生かす救いの、福音の宣言をされている。 キリスト教は決して悲観的な宗教ではありません。人を生かす宗教です。信仰です。宗教というよりは信仰です。ある人は、キリスト教というのは現在ですね、オリジナル戦とこう言われていますが、すべての人が現在というような、あのような思想を持っているこのキリスト教は悲観論者である。決して 明るいものがそこから見え,見え出すことはできないのであるというようなことを言う人たちがいますしかしそれような人たちは実はキリストの本当の姿を知らない福音の本当の姿を知らないもっと言えばキリストによる復活のその意味を知らないと言ってもいいかもしれません確かに 人は頭において罪に陥りました。罪の重りを大うものとなったということは確かです。人は罪という現実を無視して単なる楽観主義に陥ることは許されません。現実を肯定するあまり、私は現実肯定主義者なんですけれども、現実を肯定するあまりにしかし、 偏った目方に陥ることは許されません人生というのはある意味において人間の生きる道というのはある意味生きているということはある意味において罪の中を歩んでいるということです。そのことを言っているのはローマ人の手紙のパウロがローマ書の7章でそのことを言っていますね。ちょっとローマーー今 まあローマ書を今6章ところ開いてますねじゃあ7章すぐ隣でありますので7章に目を留めていただきたいと思うんですが15節に目を留めていただきたい。ローマ書の7章の15節パロはこう言ってますね。私には自分のしていることが分かりません。自分がしたいと願うことはせずむしろ自分が。 憎んででいいるることを行っているからですパウルほどね自分というものを忠実に見た人はいない、求めた人はいないんです。そして自分の中に何か良いものがあるといって、そうして安心してほっこりとして喜んでいるような人生ではなかった彼は。自分を見つめれば見つめるほど、 そこにあるのは絶望しかなかった罪に苦しむ自分の姿しかなかったそれがこの七章において彼は告白しているところですね彼は自分のしていることがわからない私たちは多分ね文学者たちはね やはり別の角度からこのパールと同じような追求をしているだろうと思うんです。人間を描こうとするときに楽観的にそこにただ理想郷だけの人間を描くということは現実的にはできない。 ですからいろんな人間の葛藤とかね人生の葛藤とかいろんな問題を書くわけですそれが文学になってるわけですね昔から有名な文学たちは本当にそういう形において人間とはどういう存在であるかということを追求しているあの有名なドフテフスキーの「罪と罰」というのがありますけども それは人間は自分は何でもできる。世の英雄たちは世界のあの政治家たちの指導者たちはどん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 人を殺していってそうして英雄と褒めたたえられているではないか。なぜ私がそれをやってはいけないんだ。と言いながら彼は一人の老婆を殺すんです。そして、 そこから手に入れたものを彼は壁がなんかのところに隠しておくんですね。しかし検察官がやってきます。どん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 自分が迫ってきます。でも自分のところに迫ってくるんですけどままそ彼は自分の中で心の中で叫ぶんですね。俺が犯人なんだ、ね。でもお前にはわからないだろう。言いながら彼は 俺にはあのロ婆バを殺すだけの権利があるんだ、力があるんだ、やりたいことを何でもやっていいんじゃないか。なぜそれがいけないんだというながら自分を追い詰めていきながらしかし彼は自分の罪をいよいよクリアになって彼の中に育っていくんです。人間は、人間の存在というのは罪の存在そのものである。 ううういうこととはやるだろうと思ポールもそうでした。自分は自分のやってることがわからない。やり良いことをしたいと思う心はあるんだけれども、それができない。やってはいけないと思うことをついついとやってしまう。彼は自分に悩むんです。そして 19節から24節あたりまでをちょっと見ていきましょうか7章の。10私はしたいと思う善を行わないでしたくない悪を行っています。20節に私が自分でしたくないことをしているならそれを行っているのはもはや私ではなく私のうちに住んでいる罪だとこう言っています。 彼は自分が罪人であるということをここで認めているんですね。そういうわけで善を行い,とい,う願行いたいという願っているその私に悪が存在するという原理を私は見いだします自分のうちにそういう原理があるということが分かる。私はうちなる人としては神の立法を喜んでいます。 いや、神様の立法、正しいことを教える立法は、それはそれでわかります。受け入れています。喜んでいます。でも、私の体は異なる立法があって、それが私の心の立法に対して、戦いを挑んでいると、こう言っています。ここまでは解決がありません。勝利がありません。 人間は悲観論者と言われますよけれども、ここまでだったら本当にそうです。だけどもどうでしょうか、ずっと読んでいきながら、さらに発章に行きましょう。8章のところに、一節に、こういうわけで今や、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと書いてある。キリストイエスにあるものだ。 イエス様に死を信じ、イエス様の血にあるもの、先ほど言ったようにうる福音の中に生きているもの、すなわちイエス様の十字架の死、葬り、蘇るの中に生きているものはということです。リセスに何と書いてありますかなぜならキリストイエスにある命の御霊の立法。これね、立法とか前の聖書ではない原理と書いてある。御霊の原理と書いてある。 御霊の原理は御霊の立法は人と死の立法人と死の原理からあなた方を解放したからですと。イエス様の十字架の死人間ではどうにもならないその罪をイエス様は十字架においてことごとく許してくださり。 そそうしてそのことの確かかささをあの復活において宣言されたからですこのことにおいてはまた別の気概というのはもう少し詳しくお話をしたいと思っておりますけれども私たちは二十二節にもう一度、えー、ごめんなさい第一コリントの十五章の二十二節にもう一回戻っていただきたい。 22節章第一これと15章,章2で節。私は,はアダムにあって死んでいるように、キリストにあってすべての人が生かされている。キリストにあってすべての人が生かされている。キリストの復活においてです。生かされたものとされている。生きるものとされているんです。 有名なローマ、ヨハネネル福音書の14章の19節に、我生くれば何時らも生くるなりとあります。イエス様おっしゃった言葉です。私が生くるんだから、生きているんだから、私を信じるあなた方も生きるものとされているんだというんです。私たちは決して死にたるものではない。非観論者ではないのです。 誰からも何者をもってしても解決できないあの罪から私たちは救われイエスも信じる者は神のことされ永遠の命を与えられ生きる者へとされているということ我へ来れば何時らもいくらない私が生きているのであなた方も生きているのである復活されたイエス様は全ての人を 生かすのです救われる道を開いてくださったお方です神はキリストの復活において私たち人類に救いの道を開かれましたキリストの復活において私たちは生かされたものとなっている最後の死からの 勝利者ということについては来月にお話ししたいと思っておりますがえちょうど私の次の機会の説教の機会は笑点者記念会の日でありますのでねえそういう方面からもう少し詳しくですねクレスシャーに与えられている希望について命について 話してていいきたいと思っておりますが今朝私は皆さんに本当に強調したいまた共にその共有したいことは復活されたイエス様によって私は生きるものとされているということです生きる人生を歩んでいるこの世においてですよいろんな現実にはいろんな問題があります課題があります本当になぜこんなことが起きるのか という問題もありますねそれは誰かの人生ではなくて自分の人生にもあります。しかし私はそのような現実は持ちながらもなお私たちは復活のイエス様にあって生きるものとされている生かされた人生を歩むものである。 キリストの復活は福音の根拠であります。救いの確かさを示すものであります。もう一度。あの二十節のお言葉に。目を止めていきたいと思うんですね。二十節。えー、ロあ。多分、あの、週報の一番、あの、今週の言葉のところに。 書いている言葉でしょうかねはいその言葉を皆さんと一緒に読んでそして終わりましょうはいしし今やキリストは眠ったものの発放として死者の中から蘇られましたアーメンお祈りいたします天の父なる神様あなたの皆をあごめて心から感謝をいたします 私たちは福音によって救われました。私はこれが私の先輩によって語られた福音であり、それを受け止めた福音であり、そして信じた福音です。そしてその私が酔って立っているところの福音です。私の人生の根幹にある福音です。その福音とは、イエス様が御言葉に書いてある通りに、我々の罪のために死なれたということを。 そして葬られたということ、そして蘇られたということ、この三点にかかっている福音である。それによって私たちは今や罪許された、神の子とせられて、生きる者へとされた。キリストにあって私は生きる人生、生きる人生を歩むものとされていることを解消いたします。私たちは本当にいろんな現実の問題を目の前にあるかもしれません。しかし、 神様、そのこれを超えさせていただいて、主よ、あなたにあって生きる人生を、この週も死にあって歩んでいくことができるように、愛する方々一人一人の上に、あなたの豊かな祝福と恵みとお与えください。尊い主の皆によってお祈りいたします。